皆さんこんにちは、かっちゃんです。ジャッキーニということで、今日は混ぜて焼くだけ焼きシリーズということで、旬のズッキーニを使って混ぜて焼くだけ簡単美味しいズッキーニ焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ズッキーニ1本 200g の両端を切り落とし、斜めに包丁を入れ 2-3mm 幅に輪切りします。輪切りしたら 2-3mm 幅に細切りします。ズッキーニを切ったらボウルに入れて、油を切ったツナ缶1缶、ガラスープの素小さじ1、あとお好みで黒胡椒を調節して入れてください。ツナ缶と調味料を入れ、ボウルを振り混ぜます。全体にツナと調味料が行き渡ったら、薄力粉大さじ3を加え、全体を混ぜ薄力粉をまぶします。全体に薄力粉が行き渡ったら、卵1個を割り入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。焼いた時にしっかり焼き固まるよう、卵が全体に行き渡るまで混ぜてください。卵が全体に行き渡ったら、フライパンにサラダ油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、22センチ程度の平らな円形にフライパンに流し入れます。はい、ではフライパンに流し入れたら、そこに焼き目がつくまで焼きます。はい、ではそこに焼き目がついて生地がスルスルと動くようになったら、一度お皿に取り出します。はい、ではお皿に取り出したら、フライパンに油が残っている場合は火傷するといけないので、上から回しかけてください。では取り出した生地にフライパンをかぶせて返し、すぐ戻します。ではフライパンに戻したら、形が崩れている場合は丸く形を整えて、反対にも焼き目がつくまで焼きます。ノーヒサクッション。ではズッキーニ水分が多くて生地が崩れやすいので、反対にも焼き目がついたら完成です。このまままな板に取り出して、食べやすい大きさに切っていただくか、お皿に盛り付けて食卓に出してみてください。 OK。 はい、ではこんな感じで混ぜて焼くだけ簡単美味しいズッキーニ焼きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬のズッキーニを使って混ぜて焼くだけ簡単美味しいズッキーニ焼きを作ってみました。それでは本日はノンアル晩酌塩レモンサワーで乾杯。乾杯。休館日。じゃあ早速いただきましょう。今回は旬で大好きなズッキーニを使って混ぜて焼くだけシリーズズッキーニ焼きを作ってみました。じゃあもう焼きたてのうちにいただきましょう。じゃあいただきます。うまずき、めっちゃ美味しい。
ズッキーニを細切りして、あとは混ぜて焼くだけで簡単に作れて、合わせる材料もツナ缶や薄力粉、卵の常備しやすい食材で簡単に美味しく作れます。ズッキーニって結構水分が多くてみずみずしい野菜なんですけど、細切りすることで火が通りやすく、このしっかり火が通ってちょっとこうズッキーニがねとろっとした食感になります。なんでまあお好み焼きのような感じなんですけど、この生地自体は緩めで、こう噛んだ瞬間にほんと口の中でとろっととろけるようなレシピになってます。今回も焼くシリーズの特徴である少ない粉量でしっかりと生地がまとまり、でツナ缶の油も切ってますし、またほぼほぼズッキーニでできているような感じなので、ヘルシーに美味しく作れます。じゃあちょっとマヨネーズをかけていただきます。味付けはほんとこうガラスープの素だけで、結構ツナとかにも旨味があって味がしっかりと決まります。ピリッとパンチが欲しい方は、まあ、ツナやズッキーニでかなり黒胡椒が合うので、お好みで入れながら作ってみてください。で、まあ、そのままでもしっかり味はあるんですけど、ちょっと薄く感じたらマヨネーズやケチャップをつけて食べても美味しく食べられます。なんか本当もう半分くらい食べてしまったんですけど、一応ね2人前分量なんですけど、これメインにしたらもう1枚1人でペロッと食べれるような美味しいレシピです。うん、はーい。ということで今日は旬のズッキーニをたっぷり使った混ぜて焼くだけズッキーニ焼きを作ってみた動画でした。たっぷりのズッキーニに常備しやすい食材で簡単に美味しく作れて、しっかりと火が通ってトロッとしたズッキーニがすごく美味しいレシピになってます。今回もほんと少ない粉量で作れて、旬のズッキーニをまるっと1本美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイズッキーズッキーニファンクラブ